どうも、レオンです。まあ、今回もね、J リーグ、J1 についてお話をするんですが、まあ、以前から何回ももうこれはもう動画上げてるんですけども、もうなんか絶望しか見えない、地獄しか見えないっていうチームを紹介します。そのチームは、川崎フロンターレです。はい。皆さんご存知の通り、シーズン開幕前に谷口が移籍をしました。で、その穴埋めにね、大南が来たと。で、レアンドロ・ダミアンは、まあ、あの、チームにいるんですけども、まあ、怪我でなかなか出れない。ようやくなんか合流したみたいですけどね。ところが、まあ、蓋開けてみたら、ジェジェロも怪我と。で、ジェジェロも完全にこれも、全治8ヶ月とか、今シーズンも絶望なんで、まあ、ちょっと2年連続ね、もう怪我なんで、ちょっともうジェジェロも厳しいかなって、契約のことも考えてもね、いう感じがしますよね。で、そんな中で、代役の山村、これも怪我。まあ、どのぐらいの全治なのかわかんないですけど。で、中盤の大島も怪我。まあ、中盤の大島はそんなにね、影響ないかもわかんないですけども。まあ、本当にあの、黄金期を支えたフロンターレのメンバーがですね、軒並み怪我という感じなんですよ。で、まあ本当にいろいろ言ってきましたけども、時が来たなと。うん。どんな時がっていうことはもうわかってると思うんですけど、J2 降格、いよいよ。うん。もう今のメンツで、どうやって戦うのって逆に。センターバック大南いますけども、大南だけなんですよ。他多分使い物にならないと思いますよ。多分それこそ、あのブラジル人ジオアンやったっけ、ジオアンやったっけ、ね、ったっけ、なんかいますよね、中盤の。あれをセンターバックにするとかじゃない？誰センターバックにすんの？あ、シミッチか。ジョアン・シミッチ。チャナって一本最近聞かないよね。他センターバックでいる人いないよね。まあ、車も怪我でしょ。超相当やばいよね。で、松金ってやつがなんかこの前センターやったんかな。もう完全、もうアウトだよね。破綻してるよね。なんで多分ね、いつまでウィンドウが開いてるとかちょっとわからないですけど、J リーグの。センターバックに関して言うと、マジでこれ補強しないと、まあアウトだよね。まあセンターバック補強したとしてもアウトだと思うんですけど、完全に川崎の時代が終わりましたね。まあ、ティフォージからするとね、いやいや、これからでしょって思うかもしれないですけど、サッカー舐めてもらったら困るんですよ。わかるんでね、俺には。未来が。で、やっぱり攻撃の軸を担ってる家長、まあ彼なんかでも、もう完全ピーク過ぎててボール持ってるだけなんですよ。怖くないんですよね。って考えると、いよいよ終わりが来たかなと。まあ、ぶっちゃけた話、もう一回ほどチーム全部バラして、まあ、新しいじっとどんどん入れる以外に、ちょっとフロンターレが復活する道はないかなと。いうふうに思いますね。はい。まあ、今シーズンはあの、一チームしか、まあ、降格しないんですけども、残念ながらそれは、フロンターレですね。はい。間違いないです。もう、明るい未来は待ってない。鬼木も頑張ったけど、ここまで。ポスト森安みたいな感じでね、言われてましたけど、その目も潰れた。やっぱ森安を舐めちゃいけない。森安は素晴らしいし。もう鬼木も素晴らしいんだけどね。でも残念ながらここまでということで。やっちゃったね。やっぱりなんか今までこう、ね、まあ、あぐらをかいてたわけじゃないんだけども、やっぱ黄金時代のね、黄金メンバーに、こう、すがりすぎてたというか、家な攻撃だったら家長とか、中盤だったらね、田中碧とか中村健吾とか、結局その後を作れなかったんでね。まあ、センターバックもそうですけど、もちろんすぐ作るのは大変なんですけど、まあ、現実は、厳しいかなというところで、残念ながら今シーズン、J2 に降格します。はい、ご苦労さん。